きよろしいですか？ああ、どうぞどうぞ。助かります。待ち合わせなもので、他の店に行くわけにもいかなくて。お気になさらずに。この時間帯はいつも混むんですよ。いらっしゃいませ。ご注文はお決まりでしょうか？あの、アプリコットティーってあるかしら？かしこまりました。アプリコットティー？ええ、どうかしまして？あ、いえ、昔の知り合いにアプリコットティーの好きな女性がいたもので。すみません、お気になさらずに。恋人の方だったんですか？いやいやいや、ただの幼なじみですよ。どんな方でらしたの？差し支えなければ。老いぼれの思い出話なんか退屈なだけでしょう。とんでもない、ぜひ聞かせていただきたいわ。しかし、待ち合わせの方は？とても時間に正確な人。つまり、あと15分は大丈夫ってことですわ。それとも、15分では足りない？そんなことはありませんが。やれやれ。わかりました。お話ししましょう。嬉しいわ。さあ、どんな方でしたの？どんなって、痩せてて、あなたと同じような赤毛でね。光栄だわ。それから？そう、その子も几帳面な、時間に正確な子でね。それにハキハキした、とても気の強い女の子で、ハロウィンの夜とか私が約束の時間に遅れたりすると、両手を腰に当てて小首をかしげて私の言い訳を聞いてるんですよ。で、私が話を終えると一つため息をついて、私の目をまっすぐに見据えながら、言いたいことはそれだけ、ジェローム・アトキンス。すると私はそれ以上何も言えなくなってしまうんです。彼女が怖いとか罰が悪いとかじゃなくて、彼女の緑の瞳と燃えるような赤い髪に見とれてね。アプリコットティー、お待たせいたしました。魅力的な女の子だったんですね。そうですな、そうかもしれませんな。それからどうなったんですか？まずハロウィンがハイスクールのダンスパーティーに変わって、そしてどういうわけか、私がそういうことに彼女を誘うのにほんの少し勇気がいるようになって。ほんの少しですか？ええ、彼女がカフェで読書しているところを捕まえて用件を切り出す前に、まずは全然関係のない話題から入っていくんですよ。最近お会いしてないけど、ご両親は元気か？それにお兄さんのトムは？犬のプリシラも変わりないか？そういえば一度だけ会ったことのあるアーカンソーのアルバートおじさんはどうしているのか？ふと気がつくと、最初は微笑んで答えていた彼女が黙って私を見つめているではないですか。まあ、私も言葉が続かなくなって、黙って彼女の瞳を見つめ返すばかり。少し肩をすくめた彼女は、ほとんど飲み干したアプリコットティーをずらしてテーブルの上に身を乗り出し、私から目をそらそうともせず、言いたいことはそれだけ、ジェローム・アトキンス。ほのかに漂うアプリコットティーの香りと緑の瞳に赤い髪。気がついたら私は彼女を誘っていました。そして返事を待つ私に向けられた彼女の
輝かんばかりの笑顔。私の人生で最も幸せな一瞬でした。あ、どうかしましたか？いえ、なんだかいいなと思って。退屈ではありませんか？そんな全然、いつまでも聞いていたいぐらいですわ。でも、そろそろお連れの方がお見えでしょう。まだ大丈夫、10分もあります。続きを聞かせてください。続きをね。どうなさったんですか？ご結婚されたの？いや、それがなかなかうまくいかないものでね。え、どうして？花束と指輪を買って一番最初に思いを伝えたあのカフェに彼女を呼び出して、今度はもたつかずにビシッと決めてやろうと意気込んで家を出た私に、ちょうど通りかかった郵便配達のボブが気の毒そうな顔をして一通の手紙を手渡していきました。徴兵検査の呼び出し状です。そんな。彼女はうつむいて私の話を聞いていました。自分の声が驚くほど冷静に彼女に話しかけているのがわかります。仕方がないことだ、心配するな、すぐ帰ってくるから。冷めたアプリコットティーをスプーンでかき混ぜていた彼女が顔を上げて私を睨みます。そして一言一言絞り出すような声で込み上げてくるものに抗いながら、言いたいことはそれだけ、ジェローム・アトキンス。真っ赤な瞳、止まらない涙と嗚咽、打ち震える肩、胸を差し貫くどうしようもない辛さと愛おしさに、私は彼女を力の限り抱きしめるしかありませんでした。私は彼女に約束しました。必ず帰ってくる、そしたらまたここで会おう、そして全てを最初からやり直そう、だから君も待っていてくれと。私たちはその夜初めて結ばれました。まあ今の若い人からすれば嘘のような話かもしれませんが、本当なんです。あれが結婚と言えるなら、そう、私と彼女は結婚したと言えるのかもしれません。それから戦争に行かれたんですね。ええ、頭に傷を負って一命は取り留めたものの、ずっと長い間記憶のないまま病院を転々と。長い間って一体どれくらい？気が遠くなるほど。生まれ故郷に帰ってきても顔見知りが誰もいなくなってるくらい長い間ですよ。ではその間彼女とも会えないまま一人で。いいんです。ここは余生を送るにはぴったりの町でね、昔の佇まいはなくなってしまったにせよ、このカフェはしぶとく居残っているし、彼女との思い出に浸るにはこれ以上の場所はちょっと考えられない。
言いたいことはそれだけ、ジェローム・アトキンス。あら、おばあちゃん、珍しく遅刻ね。遅くなってごめんなさい。しばらく後ろでこの人の話を聞かせていただいたものだから。いいのよ、私も夢中になっちゃって時間のこと忘れてたから。マリア、マリアなのか。待ちくたびれてすっかりしわくちゃになっちゃいましたけどね。マリア、本当にマリアだ。マリア、マリア。ジェローム、本当なんて人なのかしら。すまなかった、マリア、すまなかった。謝ることなんかありませんよ。あなたは約束通り帰ってきてくれたんだから。あの、おばあちゃん、やっぱりこの人。ジェローム、改めて紹介するわ。孫のアンよ。まさか、あなたがマリアのお孫さんだったなんて。よかったよ、マリア。幸せな結婚をしていてくれてね。何言ってるの、ジェローム。私は責めるつもりはないよ。なかなか帰ってこない男をいつまでも待ち続ける必要なんかない。言いたいことはそれだけ、ジェローム・アトキンス。マリア、何を怒っているんだ。君のお孫さんだろう。確かにアンは私の孫、そしてあなたの孫なのよ。わかる？自分だけが約束を守ってるわけじゃなくてよ。つまりどういうことかね。二人とも。というわけで改めて、はじめまして、おじいちゃん。行きましょうか。行くってどこへだね。もちろん家に帰るのよ。ママが、つまりおじいちゃんの娘が手料理を作って待っているわ。さあ。